貴族。貴族とは特権を備えた名誉や称号を持ち、それゆえに他の社会階級の人々と明確に区別された社会階層に属する集団を指す。その社会的特権はしばしば強大であるが、同時に国や地域により異なり、同じ国、地域であっても時代によって変遷する。また、貴族階級は伝統的な概念ではあるものの、時に、 新たな人員を迎え入れ、常に人員は更新され続けている。貴族階級は多くの場合は君主制のもとに維持され、称号の付与や特権の保障なども君主によって行われる。一般的に貴族などという特権階級を認めてしまうということは反民主主義とされている。フランスでは貴族階級をものともしないボルテールの姿勢が フランス的民主主義の基礎となり、フランス革命でそうした考え方は公認のもの、正当なものとなり、ここに民主主義が実現したとされている。しかし共和制など、君主の存在を持たない制度においても、貴族制度が存在した場合もある。西洋では、特に、ブルーブラッド、ブルーブラッド、青一という言葉が、貴族の血筋を意味する慣用句として用いられることがある。ただし、 これはあくまでもスペイン語由来のものであるため限定的ではある。日本の場合、貴族の起源について、穀物の貯蔵が貴族制度の永遠となったと考える論者もある。ヨーロッパ大陸においては古代ギリシャ、古代ローマ時代からパトリキなどの貴族制が存在し、後世の貴族制度の素形となっている。同時に両時代においては、共和制が、 一般的な政治制度として浸透しており、帝政ローマ時代も建前上は共和国として機能していた。ローマ時代には議会である元老院において貴族の支持を集める罰族派と平民の支持を集める民衆派の対立が政治に大きな影響を及ぼした。一部では現代まで続いているヨーロッパでの貴族制度は古代の影響を受けつつも、 中世に形成された部分が大きい。特に封建制と先制君主の普及はヨーロッパ貴族の性質に大きな影響を及ぼした。公爵、伯爵といった中世時代に一般化した新たな貴族称号は当初は君主から特定地域の支配権を付与される代わりに防衛や戦力提供の義務を負う軍務制度として設置されたものだった。 制度の背景には古代ローマ時代におけるドゥクスコムスなどの地方司令官職や温帯規制及び古代ゲルマニアにおける重視制度などがあった。よって当初は一代限りの人気制である場合も多かったが集権的政府の不在によって次第に世襲化された。またこうした戦士貴族であると同時に家族ないし一族の者が行為の聖職を握り政界貴族を成した。 地域別に見れば、イベリア半島の及び、東欧のポーランドリトアニアにおいて、貴族の割合が多く、他の地域が多くて2%程度であるのに対して、約10%が貴族階級で占められていた。また、ハンガリーでも5%程度が貴族階級であり、ヨーロッパキリスト教圏とは異なる異文化圏と接していた地域に、顕著な現象といえる。 理由としては異文化圏との戦いで、軍事階級に対する需要が多く、また報酬として用意できる領地も獲得できたためで、あると考えられている。当初は、地方の領主階級であった貴族も、絶対主義要請の時代には完了化し、ブルジョワ化を遂げ、管理や軍人の供給源となった。中世後期から近世に、軍事革命が起きると軍としての貴族制度は、 時代遅れとなった。イタリアルネッサンスを迎えて商工業が成長すると、経済面でも貴族の衰退は続き、次第に社会的影響力を失っていった。近代に産業革命が発生すると、商工業の発展はさらに続き、入れ替わるように都市部の商人階級が資本家として、社会経済の中枢を成す立場にまでなり、貴族階級は、 財力のある家と婚姻を結ぶことで家柄を維持しようとした。ただし、近代以降、貴族の地位や階級は次第に栄誉称号化していった。一方で、近代時点では未だ貴族の特権は、その強大さを残し、影響力を社会に与え続けていた。一例を挙げれば、議会制へと移行していたイギリスでは、民衆から選出される庶民員とは別に、 貴族のみで構成される貴族院が存在していた。だが、それもやがて現代に近づくにつれて、段階的に影響力を失い、先のイギリスの貴族院もによって大幅に弱体化している。また、フランス革命、ロシア革命といった貴族制度を否定する大動乱や、二度の世界大戦と、その戦後処理も、欧州での貴族制度の衰退を後押しした。現代では、 貴族制度を維持している。ヨーロッパ諸国は、君主制国家の減少もあって、数を減らし、仮に維持されていても形外化している場合も多い。中東のイスラム社会では、貴人とか高貴な血筋という意味では預言者、ムハンマドの子孫は、サイードと呼ばれ尊敬されている。イランの指導者であるホ誉ニ西と前イラン大統領、モハンマド・ハータミー、イラク・カーズ・イマインの名門。 ムハンマド・バキール・サドルやその登園にあたる、ムクタダ・ー・サドル、ヨルダンのハーシム家やモロッコのアラウィー長といった王家も、預言者ムハマンドの子孫にあたる。他にもイスラム教における聖人と呼ばれる人物の子孫も存在しており、実質的な貴族となっている家系も多い。アラビア半島では、ワッハーブ王国からサウジアラビアまで、歴史的に王家であるサウード家と国境である、 ワッハーブ派の子祖であるワッハーブ家や有力王族、スデーリー家の部族長などが事実上の高となっている。サウード家は一夫多再生により、ネズミ山式に増えているため、王族2万人とも言われる王女体になっている。ワッハーブ家は、建前の上では国章にも書かれている、総権の片方であり、地位としては、サウード家よりも上であるが、実態としての権力に乏しく、 江戸時代の日本における天皇のように形式上の地ばかり高くて実権の乏しい立場に置かれている。元々のサウード家はワッハーブ派の守護者であり、日本における聖大将軍のような立場であったが、現在では聖モスクの守護者を名乗っており、より抗議の意味でのイスラムの守護者を辞任している。都市部は王族から任命される知事、アミールが支配者となっているが、地方は今でも 部族社会であり、部族長が実質的な地方領主となっている。サウジアラビアの法律では、部族長は自分の部族の構成員に対して適用される部族、習慣法、アーダを制定する権限を認められているなど強い自治権を持っている。日本における貴族の歴史を外観すると、3世紀頃に始まる大和東県期の大きみ、豪族層に由来する皇族、 後進と古代貴族がまず形成された。その後、平安時代前期、旧世紀初めには、古代貴族に代わって、古代貴族を母体とする藤原氏や立花の氏天皇の末裔を外する源氏、平氏が上級貴族層を占めていった、四氏をまとめて、源平、藤立花と呼ぶ。中世前期、十二世紀後半から十三世紀、平安時代末期から、 鎌倉時代の初めにかけて地方に経済的、軍事的基盤を持つ下級貴族や地方豪族を母体とする武家が現れ、京都の朝廷で天皇に仕える従来の貴族からは公家が形成された。中世後期以降、天皇、皇族と公家は経済的、政治的実権を創出したが、伝統的、文化的、宗教的権威を保ち、時に政治、 軍事にも因然たる影響力を及ぼした。明治維新期19世紀後半には大日本帝国憲法によって、区下、上級武家である大名、軍事、政治、産業などで勲功を挙げた者に借与を与えて、俗とし、西欧の貴族制度を参照して新たな貴族を制度化した。20世紀半ば、第二次世界大戦後に社会制度は大きな変革を受け、 新たに制定された日本国憲法は家族その他の貴族の制度を否認た第14条第2項。これにより家族制度は廃止され皇族を除く貴族は日本から消滅した。日本における貴族の登場は7世紀後半から8世紀初頭の律令制成立期に求められる。この時貴族の母体となったのは皇族階層であった。7世紀以前の和国。 日本では、宇治と呼ばれる、同族集団が形成されていたが、その集団を統率する族長たちが、豪族階層を構成していた。当時の大和政権は、氏集団イコール豪族たちの連合政権としての、性格も有していた。しかし、七世紀後半の天時、天向き以降、天皇、大王への権力集中化が急速に進み、中央豪族らは、官人として、 再編成されていった。大法元年701年に制定された大法律令の下で、旧来の豪族は異界に応じて序列化された。三味以上を、四点五位を、通貴という。貴は、貴人を意味し、通貴は、貴人に通じる階層を意味した。これら、貴、通貴、及びその一族を貴族と呼んでいる。貴と、通貴では与えられた特権に差があったため、貴は、 上流貴族、通気は中流、下流貴族に位置付けられている。貴族は経済的特権として国家から多大な収入が与えられていた。5位以上には遺伝、4.5位には威力、3位以上には威風、さらに大上大臣、左右大臣、大納言に任官すると式伝、職風が急よれた。この他、暗い、分子人、 食分詩人なども与えられた。これらの収入は3位以上と4.5位の間に大きな格差が設定されており、さらに大きな格差は5位以上と6位以下の間に設けられていた。また、身分特権として、異界に応じて子孫が異界を得る影くらい制度があった。影くらいにより、貴族は子孫にへ各種特権を接修することが容易となっていた。日本の律令制の特徴は、 貴族の合議機関である大上官が政治決定の数用とされた点にある。当立領では天使直属の中書省と貴族代表の文科省とが政治決定の場においてき行抗していたが、日本立領では天皇直属の中塚佐省は大上官の下に置かれていた。大上官において国政審議に参与する貴族らを犠牲官、苦行というが、 律令制が開始した八世紀の代表的な犠牲官氏族を挙げると、安倍氏、大友氏、藤原氏、田地比氏、岸、小瀬氏、石川氏らであった。官令的に各氏から犠牲官となるのは一人だけとされており、犠牲官は氏族代表者会議としての性格を有していた。ところが、八世紀三十年代頃から藤原氏犠牲官が複数現れるようになると、 藤原氏犠牲官が増加の一途をたどるのに対し、他氏族の犠牲官は次第に減少していった。貴族社会全体でも、藤原氏の増加と他氏族の没落が見られた。こうした傾向に白車がかかったのは八世紀末マイナス世紀初頭の時期とされている。歴史学者の吉江明子は、死が持っていた在地性、領属性がこの時期に失われ、死の再編が起こったとする。 呂年則は、漢武天皇は従来と異なる方針で諸子族の改め姿勢を行い、このため、貴族社会における各子族の序列が大きく変化し、源平藤士立花を頂点とする新たな貴族社会秩序が生じたとする。平安時代初期の犠牲官を見ると、藤原氏のほか源氏、立花氏、清原氏、菅原氏などのように、奈良時代には見られなかった子族が急速に、 対等していた。880年頃には、犠牲官士族の多様性が失われ、藤原氏、源氏が犠牲官のほとんどを占めるようになった。藤原氏は、摂政、関白の地位を獲得し、それを世襲することに成功した。以降、10世紀から11世紀にかけて、藤原氏弱流、石関家は、天皇の外籍、すなわち、身内として、代々石関となって、 貴族社会の頂点に位置し、10世紀から11世紀にかけて、石関政治と呼ばれる、政形体を敷いた。ただし、通俗的な理解とは異なり、石関家は戦争的に権力を振るったわけではない。石関といえど、独裁的な国政決定を行うことはできず、重要な国政決定は全て尋常などの苦行会議を通じて行われていたのである。 9世紀後半から10世紀にかけての時期に上流貴族が藤原氏、源氏にほぼ限定されると他氏族は中華流貴族として存続する道を模索し始めた。10世紀初頭王朝国家体制への移行に伴い、律令機構や権能を特定者へ受け負わせる監視受け負いが行われ始めたが、機構、権能の受け負いに成功した中華流貴族はその機構、 剣能家業と位置づけ、それを世襲する家業の継承を行うようになった。例えば、武芸、軍事を家業とする、下級貴族、地下人は、つわものの家と呼ばれ、横領、追武、追悼活動に従事する軍事貴族、武家貴族となり、武家、武士の母体となっている。この監視家けいと家業の継承は、十一世紀以降、貴族社会に広く見られるようになり、そのため、 家級貴族は、家業の継承や、受領職の獲得などにより生き残りを図ったのである。家業の継承を通じて、加算、家の財産の蓄積が進み、貴族社会に、家概念が登場することになった。石棺政治、監視受け負い、家業の継承が始まった10世紀前半は、その後の貴族社会において最重要事項とされた、朝廷儀式、 宗教儀式の標準作法が形成された時期でもある。非常に多数の年中行事からなる儀式は細部まで、作法、様式が決められており、儀式を滞りなく、取り行うため、西宮城、北山省などの儀式書も作られた。貴族社会に登場した、家概念は十一世紀後半に天皇にまで及び、天皇家の家督者が上皇として政務にあたる院政の、開始をもたらした。 上流貴族の間にも家概念が浸透していき、荘園所領が加算として集積されるとともに、父兄継承された。それまで貴族社会では財産の母系継承が通例だったが、12世紀頃から父兄継承が寒冷化していく。11世紀頃まで貴族の主たる経済基盤は奈良時代と同様国家から支給される遺伝、遺布などであり、 小園からの収入は多くなかった。11世紀後半から12世紀にかけて小園が急速に増加するとともに、それに対応して国画業が再編成され、小園高領制という中性的収支体制が成立、また並行して治業国制が成立すると、貴族の経済基盤は小園及び治業国へとシフトしていった。陰性の開始により、 貴族社会における家の登場に至ったが、家内部の主導権争いも徐々に減出し始めていった。この家内部の争いが最も先鋭化したのが十二世紀中央の方言の乱である。貴族社会の清掃が武力解決されたことは、乱で活躍した平野清盛一族の急速な台頭をもたらした。平清盛は中流貴族の軍事貴族に過ぎなかったが、続く平治の乱を経て、 上流貴族の仲間入りを果たした。しかし、平の清盛一族は自称、樹衛の乱で滅亡し、軍事貴族に出自する、源頼朝政権が勝利したが、源頼朝は、上流貴族とはならず、東国政権、鎌倉幕府の支配者、鎌倉殿となることを選択した。武力をもって朝廷に仕える鎌倉幕府が武家と呼ばれるようになると、従来の貴族は、 政務一般で朝廷に奉仕する文官、すなわち公家と呼ばれるようになった。東国を支配する幕府を武家政権とするのに対し、中央の朝廷を公家政権とも言う。12世紀から13世紀にかけて、公家社会の中で価格の固定化が進み、価格によって昇進できる感触が定まっていた。鎌倉幕府の勢力権は当初東国に限られ、 朝廷の勢力圏である西国まで及んでいなかったが、上級三年、千二百二十一年の上級の乱の勝利によって幕府が優勢となり、朝廷の監視や行為継承者の決定への参与、西国への進出により支配権を広めていく。朝廷、区議政権はその後も存続してはおり、時には幕府、武家政権と共同で政治問題の解決に当たったが、徐々に政治、 統治能力を失っていくこととなった。鎌倉時代の貴族の主要な収入源は、平安末期と同様、荘園所領及び地行国であった。しかし、この時代は武士である自頭がその武力を背景として、貴族の荘園所領を侵食していった。室町時代に入ると、犯税令の導入や守護に、強力な権限が与えられたため、自頭に代わって、守護による、 小園侵食が著しくなった。こうして貴族による小園、高領支配は次第に失われていき、室町中期の15世紀後半までに小園高領制はほとんど崩壊してしまった。貴族は中央、京に在住し、地方の小園、高領からの収入が共振されるのを待つのが室町初期までの通例だったが、それ以降は大官を直接小園に派遣したり、 受け置い大完成。さらに、自ら直接荘園に下校して、支配に当たったりする例すらあった。また、京都に基盤を置く、室町幕府の開始とともに、区下政権の機能も、幕府へと移っていく。足利義満失政期に、区下政権は、政権としての機能をほぼ失った。政治権力も、経済基盤も失った、貴族階層は消滅するには至らなかったものの、 室町中期から戦国時代にかけて特に困窮を極めた。近世においては、江戸幕府の成立以降、戦国時代にほぼ無秩序化した身分階級の再構築が図られた。貴族階層に対しては、幕府から近中並み区下諸法度が制定され、区下社会は幕府の統制を受けるようになった。区家社会では、鎌倉時代以来、価格が定まっていったが、江戸時代になると、 鎌倉時代以来の苦行を、旧家、安土桃山時代以降に成立した苦行を神経とし、苦家価格の再編成が行われた。最高の石管この駅でも三千0国弱の国高で、中華流貴族は数十国程度の国高しか与えられず、貧困生活を送った家も少なくなかった。一方、長らく柔道的であった武士階級においても、社会の安定化に伴って、 武士格家の価格が固定されていき、上流武士階級を世襲していった将軍家や大名僧は、いわゆる武家貴族を形成するに至った。明治2年、1869年、明治政府は新たな貴族階級として家族制度を創始した。家族は元皇族、国家、大名、明治神事の訓公者から構成されていた。家族には身分上、 財産上の特権が与えられ、明治22年、1889年に大日本帝国憲法が制定されると、貴族院議員となる特権も与えられた。しかし、昭和20年、1945年太平洋、戦争敗北。昭和22年、1947年、貴族制度の禁止と法の下の平等を定める日本国憲法の施行とともに、 家族制度は廃止され、日本における貴族身分は終焉を迎えた。ただし、例外として皇族は保全された。転じて、貴族同様経済的に恵まれていたり、特権的に振る舞ったりする人を指す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。